こんばんは、森下らなです。こんばんは、中澤みなです。毎週プランの方にお届けする、らなみなのお宮へ〇〇。はいはい。はい、まゆ。ゆっくりゆったりとお送りしていきます。7月は第5週があります。7月は第5週の特別企画を考えましょ う, ほ う, ほ う, ほう。夏の初めの絵日記、うん、夏の日の出来事を絵日記で伝えよう、うんうん、あとは自由研究発表会、リンゴの変色を止めよう肉に合う意外な調味料は、うんうん、塩と氷だけで冷凍庫を使わずにアイスが作れたよといった自由研究を一枚のレポート用紙にまとめよう。めっちゃ面白そうやん。すごいですね。ボリュームはすごいです。めっちゃ面白そうだ。みんなの座右の銘、いつも自分のそばに置いている言葉をシェアしよう、うんうん、どれもめちゃくちゃ面白いね。ねえ、いいですね。どれがいい、どれがいいですかね。で個人的にはみんなの自由研究を聞きたい。そういうわけじゃない確かに自由研究ちょっと気になりますね。でも私はやりたくないだってあの小学校の時とか自由研究本当やらなかった人なので。あ、私多分今だったら自由研究一番楽しめそうな気がするんですよね。マジか。でも今さあのそういうキットめっちゃない？あ、ありますね。自由研究キットみたいな、そういうのやりたい。そういうのだったらやりたいな。作る系のやつ。でもちょっとなんか面白そうだなって思った。自由研究楽しそう。自由研究。でもみんなの絵日記もちょっと気になるよ。絵日記。私は書かんけどみんなが書いた絵日記を見たい。確かに。これも気になります。やったー。そう、自由研究と、はい、研究で、はい、楽しみ、はい。夏っぽー。夏っぽいですね。いいな、楽しくなってきました。みんな多分まさかこの年になって自由研究やることになるなんてみじんも思ってないですよ思ってないみんなやってくれるかな